皆さんこんにちは。こちらは NEC の A10 Type 2です。発売は1984年。当時の値段は10万9800円でした。リザーブ電源が搭載されています。当時はこれまでにない強力な電源として話題になりました。強力な電源のついたアンプはエネルギー感や迫力に満ちた音が聞けるという噂がありますが、本当でしょうか？今回はこのアンプを詳しく見ていきます。このモデルのスペックは次の通りです。電源トランスを2個積んでいて、重量が24キロもあります。この電源のおかげで8オーム60ワット、4オームで2倍の120ワット、2オームのスペックは短時間になりますが、4倍の240ワット出せます。抵抗半分ごとに2倍の出力が出るアンプはなかなかありません。これを実現するためにはたくさんの電流が必要です。つまり強力な電源の強力というのは、電流を流す能力が高いことを言うのでしょう。コンセントからもらった電気を整流すると、このようなギザギザの波形になります。このギザギザのことをリップルと言いますが、通常は十分小さくなりますので問題になりません。ところが電流をたくさん流すと、ギザギザの谷が深くなって、平均的な電圧が下がります。リザーブ電源はこの谷の部分に電気を付け足す仕組みです。これによって電流をたくさん流した時の電圧をほぼ平らに保つことができます。リザーブ電源には電源トランスが2個ありますが、この谷の部分に電気を付け足す分で通常より1個多いというわけです。音質のメリットは、たくさん電流を流した時のリップルが少ないことが考えられます。このリザーブ電源を搭載したアンプには次がありました。A10 は1983年に登場して、95年まで12年間製造されました。今回ご紹介するアンプは1984年に登場しています。初代の A10 は採算割れですぐ生産を打ち切られたため、希少モデルになっています。このアンプは中古でしたので、状態を見ていきます。ボリュームにガリがありますね。接点の調子も良くありません。だいぶ傷んでいます。このままでは検証ができませんので、メンテナンスしていきます。本体を分解していきます。このアンプはネジの種類が多いので、写真を撮りながら分解を進めます。
ここまで外したネジです。かなり多いですね。ボリュームを外してメンテナンスしていきます。プッシュナットがあります。引っ張っても外れませんので、一部を削ってリングを切ります。アルコールで清掃して専用オイルで仕上げます。元通り組み立てていきます。組み込んでしまう前にガリを確認します。不十分のようですので清掃をやり直します。今度は大丈夫です。新しいプッシュナットを入れます。スライドスイッチをメンテナンスします。両端が真っ黒です。この黒い汚れは薬では溶けません。削り取っていきます。外した部品を取り付けていきます。リレーを外してメンテナンスします。リレーの接点はダンピングファクターに影響しますので、しっかり磨きます。セレクター回路のスライドスイッチを外してメンテナンスしていきます。イコライザー回路のスライドスイッチも同じようにメンテナンスします。元通り取り付けていきます。これはパイロットランプに電流を流す回路です。
抵抗の周りが焦げてますね。電球一つ光らせるためにかなりの電気を流しています。ハンダ割れが見えますので、ハンダを吸い取って打ち直していきます。パイロットランプが暗いですね。寿命のようですので発光ダイオードに変えます。電球色の LED を入れて、もともとついていた緑のキャップをかぶせます。抵抗の値を調節して、オリジナルと同じ色と明るさを再現します。ビスの頭についているサビを落としていきます。端子が錆びていますので磨きます。ネジを間違えて入れるとネジ山がダメになります。タップで修正して入れ直します。スピーカーターミナルをメンテナンスします。フロントパネルを組み立てていきます。写真を見ながら復元します。残りのネジを数えて入れ忘れがないかチェックします。バイアス電流を調節します。一通りメンテが終わりましたので、外装の補修をします。フロントパネルを組み立てていきます。フォノセレクターが硬いので原因を調べます。フラットワイヤーから先は問題ないようです。シャフトが硬くて動きません。とりあえず動くようになりました。固定ナットを締めすぎると動きが硬くなるようなので、締め加減に注意します。完成しましたので結果を確認します。
ガリは完全に取れています。接点の調子は完璧です。これで元の性能を復元できました。たくさんのネジが使われていて分解が大変でした。写真を撮りながら進めていかないと元に戻せなくなります。ボリュームのメンテナンスはプッシュナットを外さないとできません。ここは最も難易度の高い部分です。回路自体はシンプルでトラブルもなく、調整も問題なくできました。パイロットランプは消費電力の少ない発光ダイオードに変えた方がいいでしょう。電源が強力なアンプは力強い音が出る。エネルギー感や迫力に満ちた音が聞けるという噂があります。たくさんの電流を流せる能力が普段聞く音を良くすることがあるのでしょうか。次回はこのアンプを測定して噂の真相を解明していきます。ご視聴ありがとうございました。